気象庁は山口県に記録的短時間大雨情報を出しました下関市下関付近で午後5時20分までの1時間におよそ100ミリの大雨が降っているとみられますまた下関市菊川付近で午後5時30分までの1時間におよそ100ミリの大雨が降っているとみられます災害の発生につながるような猛烈な雨です 土砂災害が発生しやすい地区にお住まいの方は早めの避難を心がけるとともに市町村から発表される避難勧告などの情報に注意してください。